シャーロック・ホームズシリーズ、アイリーン・アドラー、ボヘミアの集分で断層して、ベーカー街221バイトを訪れる。アイリーン・アドラーアイリーン・アドラーは、イギリスの小説家、アーサー・コナン・ドイルによって発表された、推理小説、シャーロック・ホームズシリーズに登場する架空の人物。アメリカ生まれのオペラ歌手で、女山氏、気略獣王の女性、ただ一人名探偵を出し抜いた女性などと評される。 アイリーンの登場する短編、ボヘミアの終文の記述によれば、シャーロック・ホームズはアイリーンについて回想する際、彼女のことを常にあの女性と呼ぶ。56作品発表された短編の第1作目に登場し、知性によって主人公、シャーロック・ホームズを翻弄した数少ない人物の一人として、読者の人気も高い。1858年生まれ。 アメリカ・ニュージャージー州出身。後に、イギリスへと渡り、ロンドンのブライオニソウに居住。元オペラ歌手。聖域ワールと。現役時代には、スカラザイの出演歴を持つ。ワルシャワ提出オペラに所属していた折、当時皇太子であったボーヘミア国王と関係を結び、後に、国王の結婚が発表された際には、かつて二人で撮影した写真を利用して、脅迫を目論んだ。 その後、弁護士のゴドフリーノートンと結婚し、ヨーロッパを離れる。その結婚式に際して、立ち会い人が必要であった二人は、ボヘミア国王の要請によって、アイリーンを調査中、彼女たちの後を追って偶然その現場へ居合わせた、ホームズに、そうとは知らず自分たちの結婚率改人になることを依頼した。この件で、彼女から礼金として受け取ったソブリン金貨を、 ホームズは大切に手元に残している。なお、ボヘミアの周文の冒頭の記述で、ザレート・アイリーン・アドラーとあるため、作品が発表された1891年7月の時点で死亡しているものとされることが多いが、旧姓であるという解釈も存在する。ホームズシリーズの短編第1作に登場し、ホームズと読者に強い印象を残したアイリーンに対し、多くのシャーロキアンは彼女に関する、 様々な仮説を打ち立てていった。最も大胆な仮説の一つとして、彼女は他ならぬベーカー街221バイトの女主人であるハドスン夫人と同一人物ではないかというものがある。彼女が登場するボヘミアの集文では、なぜか下宿の女主人はターナー夫人であったことから、そのような推測が生まれた。それは極論として、ホームズが 自他共に認める女嫌いの性癖にもかかわらず、ボヘミア王から、いかなる報酬よりも、彼女の写真を望んだほど心を動かされた、唯一の女性との間に、何らかのロマンスを描きたい衝動を、後世の多くの作家たちが禁じ得なかったのは確かで、ある。幸いにして、アイリーンとコドフリーノートンとの結婚は、ホームズがそう語っているだけで、ワトスンが自ら目撃したものではなかった。 そのため、あのジェームズ・モリアーティ教授の実在をいくらでも疑えるのと同じように、パスティーシュ作家たちは彼女について一家に見られるような様々な解釈をしている。アイリーンの発音はアメリカでは、アイリーン、イギリスでは、アイリーニ、ドイツでは、イレーネ。アイリーン・アドラーはアメリカ出身の設定だが、イギリスグラナダ TV 制作のテレビドラマ版では、ドイツ語流に、 イレーネと発音するボヘミア国王に合わせてか、ホームズも彼女をイレーネと呼んでいる。なお、アドラーはドイツ語で、和紙を意味する。ジャック・トレイシー、シャーロック・ホームズ大百科事典、日暮らし正道役、川で処方審社、2002年、26から27ページ、マシューバンソン編著、シャーロック・ホームズ百科事典、日暮らし正道官役、原処方、1997年、 10から11ページ、リック・ライリー、パム・マカ・リスター編、ミステリー・ハンドブック・シャーロック・ホームズ・日暮らし、まさみちかん役、原処防、2000年、268ページ、ダヴィンチ5月号34ページ、祝。連載20周年、名探偵、コナン・豪華 W ダ対談、佐藤・武、青山・豪商より、ありがとうございます。